じゃあ今ねお借りしたサーボとですねあと受信機を乗っけたマシンはですねこちらタミヤさんの TA-07MSX ですね。まあ速度域ちょっとねタミチャリにしようかなとも思ったんですけど、まあ、もうちょっとね速い速度域の方がフィーリングフィードバックも伝わりやすいのもありますし、でまあ速度域的にはタミヤさんの 10.5 のモーターのリフェなんで、まあ、そんなにバカみたいに速くはないけど遅すぎもないっていうちょうどいいところでテストさせていただこうかなと。このね受信機マジちっちゃいですわ。これもうスカスカになっちゃう。サーボのフィーリングもこれ初めてなんで、今からちょっとね設定初期設定とかして走りに行きたいと思います。今ね設定をやっていたら松倉さんがね手早くやってくれてますよ。あれですね松倉さんやっぱこういうのも手早くパパッとできるんですね。できないですね。やってるじゃん。見せてるだけです。じゃあちょっといよいよ、はい、運命の第一スロットルワークですね。そうですね、はい、まずは工場出荷時の状態で、あ、工場出荷時の状態ですね、はい、とりあえずね、はい、基本的なんですけど、はい、うちの送信機なんですけど、はい、アンテナをこう立てるのが一番、あ、そうですね、はい、はい、いいので、はい、そうですね、わかりました。それ言わないと多分森田さん後怒られる。後で怒られる。ちょっと弱いですね。あ、OK ですね。あれなんかもうあれあれあれ行きます行きますじゃあ行きますね。これちょっと何のタイヤかごめんなさい分かんないんで、プが食わないか分かんないですけど。ステアリングはもう申し分ないですね。申し分ない。もう全く申し分ないですね。めちゃめちゃリニアスわ。これまだあの、うん、サーボの設定をしてない。何もしてないですよね。何もしてない状態、うん。これスロットルフィールドだいぶ変わりましたね。でもだいぶ変わりました。変わったと思います。だいぶ変わりました。はい、変わりました。うん。これ少し払拭されました。しましたね。いやマジでしましたよ。まあ正直。もっと早いのでちょっとやってみたいなって、うん、そこで感じ取りたいなってのありますね、うん、まあ、僕の好きなバギーとかあともうちょっと早いモーターのやつ、うん、でやるともっと感じ取りやすいかなと。これ今タミヤのアンプ自体がかなり下がスムーズでマイルドすぎるんで、その指にはあんまついてもともとついてこないんですよね、うん、ただもうぶっちゃけ言ってですね、前の双葉さん使うとスロットル入れててもグリップ感が全然返ってこなかったんですよ。なるほど。もう過去のことなんで言っちゃいますけど、これはねグリップ感じれますわ。あ、本当ですか。これ感じれるね。これ感じれる。これは、うん、さらに、うん、今多分モードが、うん、あのノーマルだもん、ね、ノーマルのモードだと思うんで、スロットルとステアリングを、うん、マツクラナオト設定でっていうのがあるんですか。やってみたいと思います。ナオトがやっているやつに変えるということですね、はいはい、サーボの設定と、はい、先ほどの6対4、60対40ですね、はいはいはい、そちらの方を設定をしてみたいと思います。なるほど。ちょっともうちょっと走ってみていいですか。いいですよ、ちょっと体に。いいですよ。これあれですね、グリップの感じとかこのこの距離とかだいぶ変わりましたね、前のと。もう全部新設計されて、はい、うん、まあ、移動はできるんですけど。ああ、そうなんですね、はい、これ今デフォルトの状態なんですよね。デフォルト工場出荷時です。これもっと縮めたりもっと伸ばしたりもできるってことですか、この距離感っていうのは。伸ばしたりすることもできません。あと、うん、先ほど言ったようにグリップ細いのもあるのでそこでも変えられる。なるほど。これはちょっとあれですよ、勢力図が変わるかもしれないです。ちょっとその松倉さんと同じような感じで、
増川さんは今この設定だともうちょっとって感じがあって変えたって感じですかね。そうですね、スロットに関しては、うん、確かに、出ることは出るんですよね、うんうんうん、出るパンチがあるようには感じる、この今の設定だと、うんうん、ただ64時にすることで出るは出るんですけど、その中でももう少しフィーリングでグリップ感とかを感じれるようになるっていう。これを正直ね、これでさらにもっと感じれるようになったら、まあ正直言うとまだちょっと普段の慣れてるフィーリングよりはちょっとスカスカな感じするんですよね。スカスカというか指についてこない感じはあるんですけど、まあ、これでなるんだったらもうあれですね、60、そうですね、60、40にしてもらえれば、うん、多分圧倒的にもう少しこう下の感じが変わると思います。ちょっとやってみましょう。やりましょうか。この松倉直人の設定っていうのはもう公開されてるんですね。ホームページで公開してます、うん、ですね、はい、で、あとエンドポイントだけやってもらおうかな、はい、あ、スロットルね。いや、あ、6対4ですか。こっちが、ハンドル側の打角も変えちゃってるので、あ、そうかそうか。え、なんで打角も変わったんですか。サーボの、うん、打角自体を広げて、送信機が狭めると、うん、そこで分解的、分解能的なものを変えて、うんうん、分解能変わりますよね、もちろん、はい、それが松倉君のフィーリングになる。なんと、そんなことまでできちゃうんですか。そこはね、うちだけなんですよ。はい、できます。これで、あとはあれはすごいね、これか、そう、こんな ずるいよね、メーカーさんと直人来てね、囲まれてやるんだからやだよね、こんなね。やだよ。さっきよりブレーキの感じってフィーリング違うかな。さっきグッと止まってたけど、変わった変わった。まあ、ちょっとやりましょう、やりましょう。これはじゃあ、これがナオトがいつも使ってる設定に変えたバージョンですね。そうです、はい、ステアリングもスロットルも全部ね。めっちゃ、あ、そうだ、ステアリングはスムーズにめっちゃ動くようになった。あ、本当ですか。うん、動くようになった、すごい。ちょっと俺には過敏かな、ステアリング。俺にはね、まあこれは別に変えれるからね。変えれる、うん、でもさっきより小さく曲がれてるし、小さく曲がれてるし、車も立ってる、うん、スロットルどうですか。スロットルすごい、さっきよりグッグッてこう踏んでるのが出てますね。あのね、車立つ感じが明らかに明確にスパッと出るようになったし、まあそれもそうなのかもしれないけど、インフォメーションがね伝わってくる、スロットルの伝わってきますよ。今までのその双葉さんのやつだと常に違和感があったんですよ、うんうん、もうそれはないの でお客さんなんかがね見えると、当然双葉使われてる方もいるんでお借りするとちょっとやっぱ慣れるのに時間かかったんですけど、もうこの状態ならそれはないですね、うん、もうちょっと走らせてもらっていいですか。さっきボディ吸ってなかったのにボディ吸うようになったもんね。ね、ぐっと入り込むから。これ今この車だけの話ですけど、これかなりスムーズなんですけど、これもっとスロットルの感じをもうちょっと詰めたりカンと出るようにできます。なんかなんて言うんだ、なんて言ったらいいんだろう、プラスカーブみたいなイメージ。ああ、いいっすね。実際プラスカーブかな。僕はこういうあれで、うん、こういう時に使うんですけど、うんうん、何を設定します。まあちょっとこう見えないようにちょっと、あ、見えないように一回ね。あ、オッケーオッケー、ブラインドテストね、一、うん、回ちょっとやってみてください。はい、はい、何を変えたんでしょうか。ナオさん、これでいいっすわ。え、これでいいっすわ。これでいいっすわ。来た、うん、これでいい、うん、これでいいっすわ。出るようになりました、うん、出るようになった。何したのこれ。
次のカテゴリー行きますそれと。そうですね。それとも次のカテゴリー行きますか。次のカテゴリー行きますかね。じゃあね。今のは言っていいんですかね。普通のカーブ。普通の。通常のカーブです。あ、通常のカーブですね。通常のカーブをプラスに持ってただけです。うん、若干どなんか3とか5とかです。今ですか。30。30？ それはそれ30もやえいつもやってるってことですか。僕はそうですね。30ぐらいまでは。マジっすか、うん、こういうカテゴリーっていうのは、うん、やっぱスピードのそのカーブからのその立ち上がりが必要なんで、そのグラフを変えるようにしてますね。30で、双葉さんのいいところって、うん、いろんなあのカーブって、うん、あのこういうカーブだったりとか、はいはい、あのこういうカーブが基本じゃないですか、うん、それを例えばこう直角にもできるんですよ。あ、できるね、うんうん、そういうのは自分の好みで。なるほど。 今はこうラウンド式のやつにしてるんですけど、うん、僕はたまにというかそのコースによってフィーリングでこう直角にしたりもします。うん、うんうん、動画をご覧の皆さん、もうね、最終的に判断はご自分だと思いますが、高橋はこれでいいです。でも一応70パーにしておきますっていうのは、今カテゴリーこれしかやってないんで、この後ちょっといろんなカテゴリーをやらせていただくんで、その上でもう一回お話をしたいかなと。そんな感じでよろしいですか。はい、お願いします。お願いします。じゃあちょっと次のカテゴリーお願いします。はい、このカーブが、うん、今5個しか出してないんですよ、うんうん、こう縦軸いっぱい線がある、わかります、はいはいはい、ありますね。これ全部変えれるの。全部出せるんですよ。頭おかしくなっちゃうよ、ね、だけど逆に言えば、はいはいはい、全部出す必要なくて、はい、あのこうやって今出ましたよな、うんうんうん、でここだけ出すとか、あ、要は自分が盛り上げたいところだけこう出せば、こうやって、なるほど、でそこの分だけ調整できると。これ、まあ、今電動なんですけど、エンジンカーってトルク曲線がこうじゃないですか、うん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 、電動カーってこうじゃないですか。こうなるんで、ここを逆に追っていけば電動っぽく、なるほど、なるほど、ね、エンジンカーでも生かされるかもしれないです。僕はちゃんと5にいれば5に従えで、エンジンの人の指に変えますよ、自分僕の逆にエンジンカーは、はい、あの逆に電動っぽくシューッと上がるように、うん、足あるんですか。してですほんまですか。今度教えてもらっていいですか。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。